のぼりハウツーは日本の競争馬。中央競馬で障害競争馬として阪神ジャンプステークス2着の実績を残したほか、2007年に阪神競馬場から脱走したことでニュースとなった。2003年に競争馬としてデビュー。平地競争では3勝を挙げるにとどまり、2005年秋に障害競争馬に転向した。しかし障害競でも初勝利までに5戦を、 要するなど振るわず、一旦は、平地競争に復帰し2戦して1勝を挙げる。その後再び障害競争に戻ると一転して、安定した成績を残すようになり、後衛トライが勝利した、小倉サマージャンプでは6着に敗れたが、再戦となった、小倉障害オープンで後衛トライに、勝利、続く障害オープンも連勝し、阪神ジャンプステークスでは一番人気で出走した。レースでは、 後衛トライが逃げ、上りハウツーはマークしながら2、3番手。直線ではラージヒルジャンプと共に後衛トライに並びかけ、一旦は後衛トライをかわしたが、再び差し返され、従来のレコードをコンマ3秒更新する、レコード決着で後衛トライから首差の2着に敗れた。2ヶ月後の京都ハイジャンプでは、 障害入り5選前哨のスプリングケントに続く2番人気に支持され、レースでは握るスプリングケントに前半からプレッシャーを与えつつ2番手を進んだが、終盤から谷のエタニティに番手を譲ると徐々に後退し、最終的には5着という結果になった。2007年2月24日に出走した阪神競馬場の障害競争の最中、本場に起乗していた船引き分子を含む、 騎手二名が落馬した。空馬となった本馬は、バナなし馬し、落馬した騎手を収容する救急車のために開かれた、ゲートを通り、旧車地区を抜けて、競馬場の業務用通用門から県道に飛び出した。その後500メートルほど走ったところ、競馬場へ向かうために付近を通りかかった、松本昭一調教師と稲葉的海、調教助手らによって捕獲された。競争馬が競馬場から、 一般道へ逃げた事例は、日本中央競馬会としては1964年4月に、東京競馬場で札幌誉レが、場外へ逃げ出して、以来となる陳事であった。逃走中に通行人や自動車への接触は起こらず、怪我人はなく、上りハウツー自身も無傷であった。一方で、船引きは、落馬により、鎖骨などを骨折しており、重傷、別に落馬した。 石山しょげるは脳座症により意識不明の重体となった。脱走事件の2週間後、上りハウツーは阪神スプリングジャンプに出走する。しかし、ここでも落馬転倒し、左第一志関節アダック球を発症。予後不良と診断され、安楽死の措置が取られた。父については、同馬の甲参照のこと。母は中央競馬で参戦して未勝利。 その手前に阪神ジャンプステークス優勝馬、アズマビヨンド、クイーンカップ優勝馬チューニーがいる。ありがとうございます。